今回は源頼宣の決定力の高さを改めて再認識した話。こういうカードがいると序盤やらかしまくってもワンチャンスにかけることができるって試合をピックアップしたよ。ちょうどいい君をいただいてしまう。バカバカ打てウダートン主に侍敵を斬る。開幕にデッキアクションをほとんどできず発動前に地獄流派をはたけなかったのは致命的。発動一の型スーダークセモノクーズ流派発動一の型トウ落とし立てバカモノ切られる時が来たか。撃て！攻めがグダグダになってしまったね。こういうやらかしはなくしていきたい。撃て！撃て！バカめ。の時バカめ死ぬ頃合いだな。迅速こそ勝利への道、一陣の精鋭よ突き進め。撃て神宮島をなめんなよ。天気解放。切られる時が来たか。逃げるが勝ちってね。流派発動二の型流派発動二の型念仏は唱えてやる。安心して散るがいい。消えよ迅速こそ勝利への道、一陣の精鋭よ突き進め。チェクッどもが報復の時消えよ。くそ
こに。アクンだけは強いんだな。貴様切られる時が来たか。前期解放。俺様以外は馬を降りろ。往復の時、高ゲージ残り1個分で耐えることができたね。ここは直差もあるし、侍の高齢を敵陣チャージできそうかな。主に侍、敵を斬る。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。ここは吉木を撃たれることを想定し、火兵調整を崩すためにすぐ斬撃しないよ。迅速こそ勝利への道。一陣の精鋭よ、突き進め。クズバカめ。この城頂戴いたす。流派発動。三の肩。私の号令を聞いてくれ。聞けったら聞け。ゴー！クズが！お立ち立て。流派発動。三の肩。ここは今日。ご視聴ありがとうございました。隙を見せた者から消されるぜ。